1968年から1973年まで在籍したベルベット・アンダーグラウンドのメンバーとして最も有名である。ダグ・ユールはニューヨーク州ロングアイランドのミネオラで生まれ、グレートネックで5人の姉妹や弟と育った。子供の頃にはピアノとバリトンホルンのレッスンを受けた。バイオリンのレッスンをやりたいと言ったが、バイオリンは借りる必要があり、バリトンホルンは無料で入手できたのだと、 後にインタビューで語った。高校では、チューバギター、バンジョーを演奏し、教会の聖歌隊で歌った。1965年から1966年にかけて、ボストン大学に通い、そこで演技を学んだ。ボストンでは、グラスマネジャリーのウォルター・パワーズとウィリー・アレクサンダーと出会った。1966年から1967年にかけて、彼は、 ニューヨーク、カリフォルニア、ボストンにおいてグラスマネジャリーやその他のバンドと共演した。1968年から1970年、ユールがベルベットアンダーグラウンドと最初に出会ったのはボストンのリバースストリートのアパートだった。そこは彼らのロードマネージャーだったハンス・オンサーガーから借りたものでバンドが街で演奏するときに滞在することもあった。 ユールの改良ギターを弾く技術はスターリング・モリソンの耳を掴んだ。1968年にジョン・ケールがルー・リードの要請でベルベット・アンダーグラウンドを脱退したとき、ユールはケールの代わりとしてバンドに加わった。ユールは彼らのサードアルバム、ベルベット・アンダーグラウンドで初めてスタジオアルバムへの参加を果たし、ベースとオルガンを演奏した。アルバムのオープニングを飾る。 キャンディセッツでリードボーカルを務め、ジーザスでリードとハーモニーを奏で、アルバムの最後から2番目の曲、殺人ミステリーのコーラスをモーリン・タッカーと共演している。リードの声がツアーで緊張した時、ユールはいくつかの曲でリードボーカルとして歌った。ケールはより実験的なベーシストだったが、ユールは楽器に技術的に熟練していると考えられていた。 そして彼の独特のメロディースタイルはバンドよりメインストリームの方向に動かしたいというリードの願望に合致していた。4枚目のアルバムローデッドでユールの役割はさらに顕著となものとなったフーラーブズザサンニューエイジロンサムカウボーイビルオー・スイートナッシンの4曲でリードボーカルを担当し6種もの楽器を演奏した。 レギュラードラマーであるモーリン・タッカーが妊娠して、ほとんどのレコーディングに欠席したため、ユールの弟のビリー・ユールもドラマーとしてセッションに参加した。彼のリードボーカルは、1997年にリリースされたローデットのフリーローデットエディションという CD 再発版に収録された曲ライドイントゥーザさんでも聴くことができる。1970年から1973年、 ルーリードは1970年8月にニューヨークのクラブマクシズ・カンサスシティで夏の滞在中にベルベット・アンダーグラウンドを脱退した。バンドマネージャーのスティーブ・セスニックは保留となった公演の予約を埋めることを目指していて、またその年の11月にローデットのリリースが予定されており、ユール、タッカー、モリソンはアルバムを宣伝するためにベルベット・アンダーグラウンドとして 演奏を続けることに決めた。ユールはリードボーカルを引き継ぎ、メイン楽器をベースからギターに切り替え、ウォルター・パワーズがベルベットの新しいベーシストとして採用された。1971年春にローデットがヨーロッパでリリースされた後、モリソンがテキサスでの学術研究を再開するため8月にグループを脱退し、キーボードのウィリー・アレクサンダーに交代した。 アレクサンダー、パワーズ、タッカーは、ローデットをヨーロッパで宣伝するための数少ないヨーロッパ公演の前に、マネージャーのスティーブ・セスニックから強制的に解雇が言い渡され、1972年後半にベルベットを脱退していった。オリジナルのバンドメンバーが残っておらず、すぐに集められたミュージシャンたちのグループとともに、ユールは1972年にベルベット・アンダーグラウンドとして、 最終公演で演奏した。ディープパープルのヤンペースや何人かのセッションミュージシャンとともに、ユールは1972年後半にアルバム、スクイーズをレコーディングした。1973年2月にリリースされた本作は本質的にタグユールのソロアルバムだったが、バンドマネージャーのスティーブ・セスニックとポリドールとの契約上の合意と前年に好評を博したアルバム。 ライブアットマクシズ・カンサス・シティの成功を受けて、ベルベット・アンダーグラウンドのアルバムとして発表された。1973年初頭の2回の最終公演の後、バンドは正式に閉じられた。ルー・リードとのセッション1974年、リードはユールに連絡を取り、ソロアルバム、死の舞踏において、アルバムを締めくくる曲、ビリーでメロディックなベーストラックを寄稿した。そして、 ユールは彼のギタープレイヤーとして、その後のアメリカとヨーロッパでのツアーにおけるリードのバンドに加わった。ツアー後、バンドは解散したが、ユールは1975年にリードから呼び戻され、次のアルバム、コニーアイランドベイビーのギターとベースのトラックをいくつか録音した。1976年から1978年、1976年初頭、ユールは、 エリオット・マーフィーのアルバム、ナイト・ライツでギターを弾き、その年の後半にドラマー兼バックシンガーとしてアメリカン・フライヤーというバンドに加わった。アメリカン・フライヤーは1976年から1978年まで活動したカントリーロックバンドであり、バンドにはブラッド・スウェット・ティアーズのギタリスト、スティーブ・カッツも参加していた。 ユナイテッドアーティストとメジャーレーベル契約を結び、ジョージ・マーティンを音楽プロデューサーとして迎えるのに十分なほどの関心を持たれながら、アメリカンフライヤーのデビューアルバム、アメリカンフライヤーは、ビルボード200の87位で初登場し、1976年に80位で初登場したシングル、レッドメダウン、イージーというマイナーヒットも獲得した。 彼らのファーストアルバムで成功への約束が示されたにもかかわらず、続くアルバム、スピリット・オブ・ア・ウーマンはそれほど高いチャートアクションを得られず、またレーベルが期待するような勢いを運べず、バンドは終了することを決めた。アメリカン・フライヤーが解散した後、ユールはフルタイムで音楽に携わることをやめ、家具職人にしてバイオリンなどの原楽器製作者となった。 1993年初頭にベルベット・アンダーグラウンドが再結成された時、スターリング・モリソンはユールの関与を求めてキャンペーンを行ったが、ルーリードとジョン・ケールは最終的に彼を却下し、ユールをバンドの6週間にわたるヨーロッパでの再結成ツアーとそれに続くライブアルバムライブ1993のメンバーから除外した。 ベルベット・アンダーグラウンドへの世間からの継続的な関心が続き、1995年にリリースされたバンドのボックスセット、ピール・スローリーシーの宣伝もあって、それまでにサンフランシスコベエリアに陰遁していた、ユールは再び公の場に戻り、ベルベット・アンダーグラウンドにおける彼の在籍時について、ジャーナリストや様々な同人誌にインタビューを行った。彼はまた、 1995年に亡くなったスターリング・モリソンの死亡記事を書いている。ユールは1996年にベルベット・アンダーグラウンドがロックの殿堂入りした時、オリジナルラインナップには含まれていなかった。しかし、ユールはベルベットのビジネスパートナーシップのメンバーであり続け、時として彼の在籍時についてインタビューを受け続けた。バイオリンを手にした後、 ユールは1997年に再び音楽の録音を始めた。Beginning to Get It という曲が1998年のベネフィットコンピレーション A Place to Call Home に収録された。2000年にはいくつかのコンサートで演奏し、2002年にライブアルバム TerraStock が日本でリリースされた。彼はタッカーのライブアルバム TerraStock に参加した。 2006年8月31日、ユールはニューヨークにおいて30年以上ぶりに、公の場に登場し、ピアノでライトのマークガードナーと共演した。2009年12月8日、彼はザベルベット・アンダーグラウンド、ニューヨークアートの出版を記念して、ニューヨーク公共図書館にリードとタッカーと共に出演した。この本はアンディ・ウォーホルのカバーデザインに包まれた。 ニューヨークにおけるバンド初のパフォーマンスを捉えた珍しい写真のコレクションとなっている。彼らは売り切れのライブオーディエンスとの質疑応答を行い、デビット・フリッケがイベントのモデレーターを務めた。ユールは現在、パートナーのベスト息子と一緒にシアトルのウォリングフォードで暮らしている。ありがとうございます。